どこで見かけます？どこを見ようかなと思ってるんですけど、もうここら辺もう全部見たんですよね、ほとんど。で、なかったということなんで、あの砂漠の方行ってみようかな。ちょっとピックアップスとか持ってこないとまずいんじゃない？レッドストーンはいらない。ピックアップスじゃないや。ツルハシは持ってるから、ハサミでちょっと刈り取るから、それを持ってって、火事になった時用の水、ビルディングブロック、それぐらいかな。あと作業台1個持ってって、OK。で、あとは、ちょっとね、葉っぱが必要なんですよね。まあ、いろいろやり方があるんですけど、今回紹介するのは、低コストでできる、まあ、鉄6個かな。鉄6個ぐらいでできるものなので、すぐ、ね、ゲーム開始直後にできる技なので、結構おすすめですね。よし。で、私が必要なのはね、ブッシュ。ブッシュなんですけど、ね、このローディングバグがあって、地下が丸見えなので、たまに。ここら辺はよく見たんですよね。だけどなかったと。ちょっと余計に3つ持ってって、必要なのはね、トロッコでしょ？レールでしょ？で、松の葉。あ、まあ、なんでもいいんですけど、葉っぱ。で、食べ物を持ってこう。であと、剣と弓矢も持ってた方がいいかな。ステーキハウスからステーキパクって。これはなんだっけ？耐久力3か。剣いいの持ってくか持ってかないかでね、剣いっぱいあるんだよね、それはね。虫特攻、アンデッド特攻、ドロップ増加、ダメージ増加。ダメージ増加持ってこうか。あ、ちょっともったいない。ダメージ増加4。家族、あー、火のね、やつあんまり良くないんですよね。これ持ってこう。よし。じゃあ、これでいっかな。木も一応持ったし、あとトーチか。さて。砂漠のところに行ってみようかなと思います。ちょっと遠いですけれどもね。ノーマルに変えました。ぴょんぴょん飛ぶとやっぱ腹の減りがすごいねお肉いっぱいあるから別にいいんだけど。よし、じゃあ行ってみましょう。忘れ物はないかな。さて、今みたいにね、ああいうバグで見えるぞ。あー、ダメか。あっちも見える。どれどれ、なんかあそこすごいよ。何あれ、あそこ下空洞になってる。あ、見える見えるぞ、見えるぞ、いろいろ。ちょっとここら辺で見てみよう。なんかいっぱいあるね、下に空洞が。夜になるとまずいので、ですよ、ちょっと今回やることはですね、ちょっとこの砂のエリアじゃすごいやりづらいな。でも OK で、まず準備するものとしては2つですね。よいしょ、マインカートとミツカ、このね、トロッコと、レールと、あの葉っぱを出してもらって、レール敷いて、トロッコ置いて、で葉っぱ置いて乗ると。ほら見える、ほら見えるぞ全部。エンドポータルとかそういうのも探してるんだよね。あれはなんだ、あそこになんかあるね。あれ違うかな。ちょっとポーション飲んでみましょう。暗視のポーション飲むとあれよく見えるな。クラフトしてどうすんの。よし、ズビ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 、ほらよく見える。あそこにゾンビくんがいるね。ゾンビくん。ふーむ、特にないみたいなのね。あれもただの洞窟ですもんね。あることを期待したんだよな。ダメか、ここも。わかった。じゃあ、ハサミで刈り取って、降りて、で、回収して別のポイントに行きましょう。ここはダメみたいな。なんかあるな、あっち側にも。すごい広大なエリアが広がってるぞ、下、地下が。よし、じゃあここら辺掘って、ちょっと深いところの方がね見やすいんですけれども、これね、グローストーン使ってもできるし、あと TNT とピストンとか使ってもできますね。あった、廃坑。あれ廃坑じゃん。
ひゃっふー、見つかったぞ。見つかったぞ、廃校が。あれ、何あれ。あれ、なんか宝箱置いてない、あそこに。あれ、スポーンブロックかな。スポーンブロックっぽいね。で、あのエリアは何だ、あれ。あれ、何あれ。ただ、水たまり？水たまりか。あの廃校にはどうやって行きゃいいんだ？ふーむー、つぶ、あったはいいけれども、真下が見れないっていうね。真下が見れないので、どうやって行こうかな。マグマあるね、でもね。いろんなところに。怖いな。耐火のポーション飲んで直下掘りする？見た感じ、どれぐらいだろう？ちょっと待ってね。今、Y が56なんで、見た感じ30ぐらいじゃないかな。30とか35ぐらいの洞窟の続きにあるのかな。まあ、ちょっと近づいてみましょう。徐々に近づいていけば、多分、分かるんです。OK。よいしょ。まあ、こういうふうにね、ちょっとした便利な技を知っておくと、廃校とか探すのも楽でいいですよね。よし、多分ね、ここら辺だと思うんだ。この下あたりだと思うんだよね。でもうちょっと今度は深く掘ってみようか。ちょっと一応耐火のポーション飲んでマグマダイブしてもいい。またクラフトしちゃうのかね。もうクラフトはええっちゅうね。耐火のポーション飲んでマグマダイブしても大丈夫なようにしといて、30ぐらいまで掘ってですよ。そうね、だいたいこれぐらいじゃないかな、多分ここぐらいだと思うな。よし、置いて、さて、お、近づいたけどまだ下か。ふむ、結構深いところにあるんですね。しかも遠いな、まだあと40、50マスありますね、これ。ふむ。じゃあ、もうこっから掘っちゃおうか。またいちいち上に行かない。またわからないですか。さて、ここら辺でチェックしてみようか。よし。む。だいぶ近づいた。すごいね、なんかめちゃめちゃでかいぞ、これ。ちょっと、いて、乗りたいんだけど、俺、もう一回。よいしょ。サードパーソンで見てみようか。うわ、すげえ、顔面のドアップになっちゃう。あ、こうすると見えるのよ。あ、でももう、ここをちょっと取って、下に行けばあるね。それか、こっち行く？あそこにチェストがあるね。ちょっと、調べに行く？じゃあ、よし。ちょっと階段状に掘ってみたら当たんじゃないの？この場合は。スパイダーさんの音が聞こえる。ね、ディスペンサー結構使うようになってきたので、弓矢のね、作れるようにあれも欲しいところですよね。これは、あった！当たりましたね、ちょうど。で、ここはどこ？剣の準備をしないと。剣と食料と、これあれだね、廃校のモンスターだね。廃校の雲だね、この音は。大丈夫そう？本当は真っ暗ですからね。上歩いてるね。上にスポーナーがあるのかな？さあ、何があるかな？ひどっ！スイカの種ね。でももう、攻撃でやっちゃったんですよね。スイカの種はいらないやな。これも後で拾いますね。で、私の今回のミッションは何かというとですね、これを取ることなんですよ。これを9個。これ9個取ったら、終わりですね。なかなか壊れねえな、おい。これ壊れんのかな？壊れないのかな、まさか。あ、壊れた壊れた。
あれ？これ視力タッチついてんだけど。あ、ダメなんだ。くっそ、視力タッチついてるから取れると思ったら。やばい。ハサミに視力タッチつけなきゃいけないのかな。まさか。私やったことないんですよね。よし。しゃあねえな、じゃあ。シルクタッチの本を手に入れないとダメってこと？まいったな、それはちょっと予想外だった。よいしょ。ハサミでね、取れるんですけど、あの、糸になっちゃうんですよ。ほら。ね？じゃあシルクタッチが出るまでレベル上げするか。仕方あるめ。やってやろうやんけ。じゃあまた帰ります。短い旅だった。よいしょ。場所は覚えたんで、また後で来たいと思いますが、ちょっとエンドポータルとかがあるかどうかだけ調べてみます。あのエンダーマンのね、あのスポーントラップも作ってみたかったので、 Xbox 版でも作れますけど、それは作ったことがなかったので。よいしょ。あそこに巣があるのね。了解。で、上は？ふむ。そうね。エンドポータルっていうか、その、遺跡はないみたいですね。遺跡もあんのかな？ただ見えないだけ？遺跡らしいものはないよね、でもね。さて、戻ってきました。よし、今オンになってるんだけど、それはそれでいっか。これで切り替わるはずと。よし、それちょっと試してみましょう。水がないのか、今度は。水がないけど、そこに水は広大に広がってるよね。じゃあバケツと、あ、水一つあるわ。水バケツを作りましてですよ。よいしょ。外見はこんな感じになりましたね。今はね、あのピストンが遮断してますよね。だから、オートマチックモードですね。向こう側に流れていく感じ。それをお見せするためにですよ。よいしょ。今そこ開いてますよね。で、そこ閉まってますよね。なので上からポトポト落ちてきた、人たちは、右には行けないわけですよ、今の状態だと。で、そこから水が流れてくるんですが、水を出してしまうと、今は、そう、よく気づいた。で、木がない。木がないぞ。木を取り直してやっていきます。ちょっと木がない。あの、看板が作れなくてですね。よいしょ。木は多めに持っておくもんですね。看板を準備して、まずここにね、ここまで水が行ってほしくないので、あ、そっち行けない。今の状態だ、だいぶね。で、ここの奥にね、水が入るんですよ。よいしょ。ここですね。で、ここ閉じておくと、水がこっち側に押して落ちてきた、ゾンビピックマンは右側にしか今は行けない状態ですね。これを出してくれよ。ちょっと、OKOKOK。よし。はい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 。よいしょ。よいしょ。で、スイッチ切り替えて、左も置きましょう。はしごつけろよって話ですけどね。これはあれだよね。クラッシャーだよね。で、今切り替わったはずなんで、よいしょ。ね、今度こっち側が開きましたね。これ閉めなくてよかったって話だね。水入れるの何してんの。よし、で、次の水を準備しまして、で、ここに投下タイプだね。よし、俺それつけてないんじゃないの。ここつけてないんじゃないの。
危ない危ない。ちゅうことでですね、ここのシステムは終わり、あ、終わりじゃなかった終わりじゃねえよ。よし、ここに入れないとゾンピックもハマっちゃうよ。よし、一応ね、サバイバルじゃなくてクリエイティブの方でこれも作って一応動作確認済みなので多分大丈夫だと思いますけど、よし、また問題があったらね、その都度直、ここは直せるんですよ。黒曜石の部分さえね、間違いなければ、あとはちょっと時間がかかりますけど、ちょっと手直しを加えるのはそんなに大変じゃないので、よし、 OK。 じゃあ、看板で書いておこうか。今が、オフの状態が、オート、オフがオートで、ここに書いておこう。オフがオート、オンがEXP と。で、今はオフの状態なのでオートモードということで向こう側に、行くと。で、オンにすると EXP モード OK。 よし、じゃあここ終わった、やった。ここも時間かかったな、結構。黒曜石ジェネレーターで、せっせと黒曜石作りに励んでおります。ちょっと予定より規模が大きくなったのでダブルチェスト必要だね、完全に、50スタックぐらい必要ですね。23×23 のポータルを全部で40個作るつもりなので、1ポータルにいくつ必要かっていうとですね、四隅はいらないので、23-2、×4 ということで84ですよね、1個のポータル作るのに。それを40なので3200だいたいお尻必要っちゅうことですな。ちゅうことで、もうせっせとこうやってですね、レベルを上げながら、やってるわけですよ。で、今どれぐらい溜まったかっていうとね、もうちょっとで終わるんですけど、このツル橋5のツル橋がね、やっぱりすごいですね。効率がかなり上がりますね。ほら、黒曜石だらけでしょ。こうやってちょびちょび入れてね、レッドストーンは下でどんどん回収して、それを全部黒曜石に変えております。よし、よいしょ。あれ、なかなかね、まあこれワンスタック溜まる頃に、ツースタックかな、ワンスタック、70個ぐらい溜まる あたりで、スケルトンがだいたい80ピックか90ピックぐらいになるんで、ちょうどいいですね。全員倒して、また70個手に入れて、1回レベルエンチャットしてって感じかな。たまにこれが起こる。ラグか何かだと思うんですけど。よし。でもまあ、そんなに時間はかかってないんじゃないかな。ここにいる時間全部で1時間半ぐらいだと思いますけど、2時間ぐらいかな。まあ、レベル何回したかっていうとね、シルクタッチのエンチャントが欲しくて、エンチャントしたくて、ハサミにね、ずっとしてるんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9冊と、プラス、棒エンチャントを1、2回したのか、あ、違うな、これしたのか、1回、2回したのかな。12回フルエンチャント、レベル30エンチャントして、あれだけ溜まったってことですね。へぇ、ちゅうことでですね、まあ、こういう、まあ、単純作業は私結構好きなので、もうちょっとディスペンサーが多くてね、一気に大量に、黒曜石が作れると、もう少し効率は上がると思うんですけど、ちょっと部屋のね、大きさもあるので、まあ、今回はこんな感じでね、やっております。黒曜石さえできてしまえば、私が今から作るものって、ただあとゲート立てまくるだけなんですよ。なので、プラットフォーム立てて水流せば、もうあと上に、ね、黒曜石で1個ずつゲート作れば、もうすぐ稼働可能なので、
それがいいところですね。湧き潰しなしですよ、本当に。どこに作ってもそれが利点ですよ。ただ黒曜石をいかにして集めるかなんですけど、これちょっと、ね、マルチプレイではラグくなると思いますよ、この周りにいると。だから家とか海の上とかに建てるのがいいんじゃないかな、誰もいない周りに。ちょっとそろそろ溜まった、いつもね F3 出して90匹溜まってますね。よし、やっぱりね、ルーティングソード、このドロップ増加3っていうのに、ポーションを投げた後に変えるという、ね、と、ドロップが増えるということなので、よいしょ。でこれで変えるとこの剣で殺したことになるということで、もう何も見えないよっていう感じ今321か、ちょうど。よし、ってことで、もうちょっと頑張ります。やりましたよ、来た、やっとシルクタッチ来たぞ。よし、じゃあハサミにつけて回収しに行こうか。それでハサミつけられるんだよね、調べた方がいいかなどうやってやるのかもよくわかんないけど。よし、じゃあ修理ってできんのかな、ハサミって。新品にしよっか。でもほとんど使ってないんですよね、ただ一回あの物資を切っただけだから、もういいや。これでつけんの何レベル必要なのか見てみよっか。ハサミとそれで6レベルでいいんだ、なんだ安いこと。よし、じゃあすぐやっちゃいますね。多分ね、今やったばっかりだけど6レベルぐらいやったらすぐなるんじゃない。よし、それ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 、ダメか、やめろやめろ。すぐはならないみたいだすぐはならないみたいな、もうちょっと食べよう。よし、頑張りまーす。 OK、 13レベルになっちゃった。よし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 、じゃあシルクタッチをハサミにつけて、狩りに行きましょう。 OK、 耐久とかもつけとこうか。どうしようかな、とりあえずレッドストーンこんないらないから、いつもねここね置くの忘れてボタン押しちゃってね、ちょっとカオスになるんで、いつもちょっと忘れずに置いときましょう。よし、いやーでもだいぶだいぶ来たな、ここまで来ましたよ、ここまで。頑張ったよ俺頑張った。これ全部いったらここまで来るんでしょ、あとちょっとですね、ここら辺で終わりなので、ふぅ、よし、じゃあちょっとあそこに行きましょう。あの砂漠まで勝手